こんにちは。ゆっくり相談所、所長の霊夢です。今日も相談を受け付けていきます。まず最初の相談は、足利市の山火事。原因は何ですか？では、相談員の皆様にお答えいただきましょう。まだ原因は判明しておりませんが、山頂が出火元だそうなので、タバコやバーナーの利用による火災かと推測されます。タバコのポイ捨てとか人的要因でしょうね。自然発火は本当に稀。ぼっちキャンパーによる焚き火、あるいは炭火の不始末かもね。流行りだし。相談員の皆様、回答ありがとうございました。相談者さん。ま、そういうこっちゃ。ガンバ。終わりです。ご視聴ありがとうございました。